皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのぐっちです今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします本日のテーマはこちらになります横回転マジックサーブというサーブを皆さんに紹介しようと思いますで、このサーブはですね、今世界のトップ選手で流行っている横回転サーブの出し方を皆さんに紹介しようと思います一言で言いますと逆横回転に見せながら打球する瞬間は 順横回転といった非常に強烈なサーブを紹介します。 今日は皆さんに順横回転のサーブか逆横回転のサーブか相手が最後の最後までどっちを出すかわからないといった強烈な横回転サーブを紹介します。今回は三つの手順でやらさせてもらいます。で、えっ、ー、とまず手順の一つ目です。まず一つ目は逆横回転に見せながら順横回転を出すっていうことなので、まず逆横回転の構え方をしてください。 巻き込みサーブの構え方ですね逆横回転の巻き込みサーブの構え方をしてくださいフォア面をお腹に向けて巻き込む逆横回転をいかにも出すよっていう構え方相手にもういかにも逆横回転がいくよっていうイメージを相手にこの瞬間でもう頭に植え付けさせますこの構えを最初にしてくださいもう逆横いくよっていう感じですで今度は2つ目はトスを上げてギリギリまで引きつけるっていうことをしてください この横回転マジックサーブは逆横,の逆横に見せて最後の最後で順横回転に急に変更する急に進路変更するという感じになりますので最後の最後後ののまででき付けるっていうのが大事ですなので巻き込みサーブの構え方をしてそのままトスを上げてギリギリまで待つギリギリまで待つ。 ギギリギリまで落ちてくるところまで待つ落ちてくるところまで待つっていうこの引き付けが大切になりますこの引き付けが高い待てない人ですとすぐバレちゃいます <laughs> これだったらもう途中でもう面が向いちゃってるので相手も進路変更に気づいてしまいますなので引き付けるギリギリまで落とすっていうことがこの横回転マジックサーブを強烈に効かすまあテクニックですねで手順の3つ目は ここで今度は巻き込み出すよっていうのを植え付けといてでトスを上げてで引き付けてでこの巻き込んだこの内側にラケットが入っている状態から今度は真逆に内側から外側に一気に返す。 っていうこの動きが必要になりますので内側に向いてっていう感じですね最後の最後まで引きつけてその3手から内側から一気に外側に反動で返してあげるで順横をかける順横回転サーブをかけるという感じにしてみてくださいこの内側から外側にこの行くラケットの反動でやると実は順横回転がすごく切れます。この 内側に巻き込んだ反動で一気に外側にこう返すこのバネをうまく利用するとギリギリまで引きつけてこうやってできるんですよね巻き込み逆横かと思ったら順横巻き込みかと思ったら順横でその中にあれ巻き込み入れるみたいな感じですねこうやってやると非常に効果的です是非皆さんこの最後の最後まで逆横回転か順横回転か分からなくさせるもう相手はもう。 どっちに曲がる横回転なのかもう全然わからないですよ、ね、サーブを出すギリギリまで左に曲がってくる順横になってくるのかそれとも逆横回転でこっちに右に曲がってくるのかではどっち側に曲がってくるのか最後の最後までわからないドキドキさせるそういったプレッシャーを大きく与えるサーブになりますよかったらやってみてくださいありがとうございました